ハイファは、イスラエルのハイファ地区にある都市である。地中海に面した海港であり、カルメル山のふもとに位置する。ハイファは、アラビア語での発音である。ドイツ人入植地ナポレオン軍征服記念碑7世紀まで、東ローマ帝国領であったが、ペルシャ帝国の支配下に入り、ついでアラブ人が支配した。1100年、十字軍に占領され、1265年に、 マムルーク朝がダッシュするまで十字軍国家の一部であった。その後、この地は、オスマン帝国の支配下に入り、一時期ナポレオン・ボナパルトに占領されたりもした。19世紀に入ると、イエス・キリストの再臨を信じる、ドイツ人が入植、発電所や工場を建設するなどした。さらにバハイ教が本教を移したのもこの頃であり、町には、バハイ教の建物があり、 観光名所にもなっている。20世紀に入ると、シオニズムの高まりから、ユダヤ人の入植や移民が進み、1947年には、アラブ人が7万910人に対しユダヤ人が7万4230人と、多数派を占めるまでに至った。第一次中東戦争の際にはイル軍による、ハイファ声優所虐殺事件が起きるなど、激戦地となったが、 三千三百人くらいの非ユダヤ人がイスラエル建国後も残り、現在も非ユダヤ人の人口が9%と比較的多い。そして、イスラエル建国以前の英国委任等治療時代におけるハイファは、現在のイラクやレバノンなどへ至る鉄道が、敷設されており、イラクにおいて生産された原油はイラクからハイファ港へ至るパイプラインでハイファ港まで輸送され、 ハイファ港から各地へイラク産の原油が輸出されていた。無論、イスラエル建国後は、ハイファからイラクやレバノンなどへ至る鉄道やパイプラインなどはない。ハイファは地中海沿いの都市であり、イスラエル建国以前から大規模なハイファ港がある。また、ハイファはレバノンに近いイスラエル北部に位置しており、2006年に、 第二次レバノン戦争が勃発した際には、レバノンから多数のミサイルがハイファなどに打ち込まれた。その中には、アラブ系イスラエル人がアラビア語で出版活動をしているアルイッティハードという新聞社にもミサイルが打ち込まれた。ハイファの年間気温、赤いハイファと呼ばれるように、伝統的にユダヤ系市民の間では、中道左派政党であるマパイや労働党など、 シオニストサハへの支持が強い。実際に2000年の首相選挙で、アリエル・シャロンが、地滑り的勝利をした時でさえも、ハイファでは、エフード・バラックへの支持が上回ったことに注目すべきで、ある。現市長のヨナ・ヤハブが2003年に、死ぬイ党から出馬し当選するまで全ての市長は、イスラエル労働党並びにその前身のマパイの、候補者が独占した。ヨナ・ヤハブは、 その後、シオニスト中道派のカディーマ島に移籍したが、基本的な政治的態度にはほとんど変化はない。マイクロソフト、インテル、グーグルなど半導体メーカーやハイテク企業が集積しており、シリコンはディと呼ばれている地域の一つである。テルアビブから鉄道網が付設されており、ハイファとテルアビブにおける所要時間は、各駅停車で1時間15分、快速で50分程度である。 ハイファ市内にはイスラエルで唯一の地下鉄であるカルメリットがあり、これは世界的にも珍しいケーブルカー形式の地下鉄である。テルアビブよりもアラブ人が少なくないなど住民性が多様なため、シャバットには全国的に運休する路線バスもハイファでは本数を減らしつつも運行している。ハイファ路線バスもはほとんど大手ゲッド社が占めている。ハイファ港は イスラエル最大の港湾で2000年と2017年にはアメリカ海軍の航空母艦も寄港しており2015年に一帯一路戦略を推し進める中国の企業が25年間運営する契約を締結して波紋を呼んだこともあるまたキプロスやギリシアなどへフェリーも運航しているハイファ東部にはハイファ空港がありテルアビブのスデドブ空港 エーラートのエーラート空港、オブダ空港への国内線が就航している。ハイファ美術館エルサレムを含め、イスラエルにおいては原則として、金曜日の午後から土曜日にかけては、観光客が訪問すると思われる、様々な博物館や美術館などは休館することが多い。しかし、ハイファにおいては、土曜日においても、民間の飲食店などだけではなく、博物館や、 美術館なども開館しており、かつ、公共交通機関であるエゲットバスも運行をしている。ハイファ大学、ハイファにおける高等教育に関しては、自然科学で有名なテクニオン大学が、イスラエル建国以前から見学されている。そして、イスラエル建国後に、主に人文科学や社会科学に関して、研究や教育を行うハイファ大学が見学された。そして、 ハイファにおいては遠隔教育を行っているオープン大学のキャンパスもある。また、ハイファにおける社会教育に関してはアラブユダヤ間における平和教育活動を行っているベートハゲフェンやア,アラブ系イスラエル人向けの劇場であるアルミーダーン劇場がある。また、日本美術を扱うティコティン日本美術館が存在する。ハイファにおいては キリアットエリエゼルスタジアムというサッカー場が設置されており、下記の二つのサッカーチームのホームスタジアムである。そして、サミー・オフェル・スタジアムという多目的のスタジアムが建設中である。カルメル山から望む、ハイファ市街カルメル山から望む、ハイファ市街ハイフ、ロケットヒッツアンチ、ウォーニュースペーパー、イディオト・アハロノト、2006年8月7日、 インプレスウォッチ、インテルイスラエル訪問レポート、コアにデュオの故郷を、報道陣に、公開11月29日開催、イスラエルのハイファ港に、米空母、毎日新聞、2018年10月23日閲覧。中国企業が、イスラエル最大の港の一部を咀嚼か、周辺地域の安全問題に、懸念の声も、 レコードチャイナ2018年10月23日閲覧ありがとうございます。